ソフトバンクのリバン・モイネロ投手の最優秀防御率獲得が決定的になった今季先発に転向したモイネロは防御率188でレギュラーシーズンを終えた一方で激しく競り合っていたがまだ規定投球回には7回3分の1足りていなかったオリックス宮城弘也は6日の楽天戦楽天モバイルパーク宮城に先発無失点での規定到達 あるいは1失点関東ならトップに立っていた。リバン・モイネロ投手の最優秀防御率獲得が決定的になった。今季先発に転向したモイネロは防御率1、88でレギュラーシーズンを終えた。一方で激しく競り合っていたが、まだ規定投球回には7回3分の1足りていなかったオリックス宮城・広谷は、6日の楽天戦、楽天モバイルパーク宮城、に先発。 無失点での規定到達、あるいは1失点完投ならトップに立っていた。宮城は6回まで投げて1失点。だが7回表、オリックスの攻撃中に雨が激しくなり、39分中断の後、オリックスのコールド勝ちが宣告された。コールド勝ち、でタイトルが消えるどころか、規定投球回にも達しなかった宮城は、複雑な表情でベンチを去った。